スタートが氷河ってことでちょっと寒いですけど、いい天気で行けそうです。1日目急にスタートしまして、スタートを逃しました。頑張ります。行きます。氷河です。でも天気が良くて寒くなくて気持ちよく走ってます。チェックポイント1過ぎました。トップ選手あれです。行きます。コースを間違えました。痛い。ああ、大幅なロスです。今50キロくらいかと思います。13キロ行くぞ。1日目66キロ、やったー、やりました。終わりです。一体が火山の黒い土です。足が取られて思うように進めないですけど、グリップをできます。雨が地熱で湯気が出てて、その奥が氷河です。Yeah. 2日目ゴールです。やりました。 Yes. 黒い砂とか氷河とかありましたけど、マイペースで行けてよかったです。3日目朝です。朝はカロリーメイトとコーヒーとカップヌードル。切りかかってますけど、いい天気でよかったです。
冷たい。まだ足は何もトラブルなく行けてます。4日目の朝です。すごい風です。この他のシューズ、それから旅用の靴下のおかげで足が多分大丈夫そうです。明日からも頑張れそうです。最終日です。今日は26キロ。ラスト、笑顔でゴールできるように頑張ります。です。行きます。